明けましておめでとうございます。前輪陸上部の畠山です。4月にシーズンがスタートしまして、4位という形でスタートを切ったんですけれども、最大の目標である、日本選手権において、逆転優勝で花を添えることができたので、昨年はとても良いシーズンだったと思います。2014年の目標は、今年の最大の試合であるアジア大会、この大会に必ず出場することです。それに付け加え、35年破られていない日本記録 60m22 の更新であります。馬年は進む力が大いに発揮できる年だと聞いています。自分もですね、日本記録向上に向けて鋭い回転から最後振り切り、空と円盤が一体化になるその一つの直線、これが自分の魅力だと思っていますので、大いに見てほしいです。これからも頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。